皆さんこんにちは。こんにちは。1月の後半に枕を販売して、その枕が2日で2000個販売して、その後も現在の時点で5000個今日皆さんに買っていただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでですね、枕本当に合います、ありがとうございますっていうコメントをたくさんいただいたんですけど、数えたら8件のコメントで枕が合わないとか肩の具合が悪くなったとか、そういうコメントをいただいたので、でそのコメントの中にもしかしたら自分でも枕の使い方が合ってないんじゃないかっていう風なコメントをいただいたので、今日はですねこうやって使ってみてちょっと改善してみてくださいっていう、そういう内容をご紹介したいと思います。で実際にもう5000個今日皆さんに買っていただいたんですけど、今回2000個追加で作れました。なので今日から枕を2000個追加販売します。でもしまだ枕のご購入にお悩みだったりとか、今日この動画初めて見て自分に合う枕をまだ見つけられてない方は、ぜひ今日の動画を最後まで見てください。今回コメントで多かったのが高さが合わないっていう、きっと高さが合わない方は首だけここに乗せちゃってるんじゃないかなっていう風感じだと思うんですよ。今回のこの枕って肩を少し乗せてほしいんですよ。肩が乗せるとなんだろうな、ソファーに寝転がってるような少しこう背もたれに寄りかかってる感じですか、ような感覚に近いので、はい、実際どういう感じで寝た方がいいのか試していきましょう。はい、まず肩が乗ってないバージョンだと、はい、この凹凸のとこに首が来るような感じ、首だけ乗ってる感じですね。そうすると頭だけ少しこう少しきついかな、ちょっとこういう風になってる感じですね。感覚あるよね。はい、これをちょっと肩まで少し入れてみますね。はい、これああこの本当肩が少し乗るぐらいがめちゃめちゃ理想なんですよ。本当、うん、ちょっと乗るか乗らないかの瀬戸際、うん、これがすごい理想 でさっきのこの首だけ、頭と首だけを乗せてるバージョンだと首の具合が悪いみたいな。確かにこれこの状態だと首側の筋肉が緊張してる感じはあります。ありますよね。はい、で背中の具合が悪いっていうコメントもあったんですけど、うんうん、はい、そういう方は今度乗りすぎなんだと思うんですけど、こんな感じで少し乗りすぎ、あそうすると背中の方をめちゃめちゃ乗っちゃって、逆にこうグッと筋肉に力が入っちゃうような感じで、うん、背中に、うんうん、だと背中の方にも力が入って緊張しやすいので、ほんと肩をちょっと乗せるぐらいがめちゃめちゃ理想です。どうですか実際寝て。これ肩が本当にちょっと、本当この骨がちょっと乗ってる感じ、うん、で包まれてる感じはあるし、体のどっか緊張してるっていうのもないですし、うん、肩が乗るとこういう風に巻いちゃうんじゃないかっていうのも、うん、枕が沈むので肩の部分、うんうん、それもないですね。実際直接お客さんに使ってもらっていただく言葉は気持ちいい、うん、とりあえずもう気持ちいい、もう朝起きて起きたくない逆に、うん、で何よりお声で多かったのが横向きが気持ちいいって、うん、寝てるのが横向きになってみて、はい、横向きが気持ちいいって結構言われるんですよね。そう、僕も使ってて横向きはしやすいし気持ちいいなと思います。僕も使ってて本当に横向きが気持ちいい、うん、上向きが気持ちいいのはさ当たり前じゃん、はい、枕って、うんうん、でいい枕って、うん、横向きが気持ちいいってよくない。横向き気持ちいいですね。いいよね、はい、だから寝返り打つのも楽しいというか寝てて、はいはい、それはすごい自分でも使ってて感じるし、うんうん、お声もたくさんいただいてるので、ぜひお試しいただきたいですね。そうですね。あとコメントでいただいたのが、もう少し柔らかいとさらにいいかなっていうコメントとかいただいたんですけど、これ実は皆さんのお手元に届くときって1枚カバーがかかってるんですよね。この白いのが、そうで横にファスナーがあるんで、それをギッて開けて、そうすると1枚剥がれるんですよ、うん、これも剥がしちゃってるんだけど、はい、そうするともっと柔らかくなるんですよ。そこに僕はバスタオルかけて使ってるんですよ。ほうほうほう、より気持ちいいから。それがいいですか。俺は違う、僕そのまま、ああそう、そのまま派ですね。ああそう、だからちょっと固めがいい人は、うん、多分そのまま剥がさないで使って、俺柔らかい方がもっと気持ちいいのよ。そういう裏技あるのに教えてくれないんですね。いやそれはだから最初に言ったって分かんないかなと思っていろんなね楽しみ方があるんで、うん、僕は高い方が好きですね。ちなみにもう僕は完全に低い方、低い方で上っ面のカバー外して柔らかくして、うん、まあ、タオル一枚引いて150センチぐらいの女性のお客さんでも、うん、低い方で全然気持ちいいって言ってた。
あーそうですか。全然高さは感じないって言ってたから、うんうんうん、そんなに小さい方でも全然高いって感じないってことは、多分寝る位置さえ間違えなければ皆さんの高さは絶対あると思う。確かに肩がしっかり乗ると、しっかりというかまあちょっと乗る、このぐらいの肩が乗るような感じですかね。枕がある方はちょっとぜひお試しいただきたいなと。まあ枕が合わなくてもう使いたくないよってもし思われてた方がいらっしゃったら、ぜひちょっとこれを今回試してみて寝てみてください。実際金子のお客さんとかは使った感想とかどうですか？はい、使ってる方すごく多いんですけど、多いのはやっぱこう寝てる時に、今まではなんか首にずっと力が入ってたとか、うん、肩がこう上がっちゃってたとか、うん、でも使い始めてからもうリラックスしてるというか、どこにも力が入らないで身を預けてられるっていう声は結構聞きますね。うんうん、なるほど。なので寝れるようになった。確かに寝ても起きた時にもすごいスッキリしてるっていうのは聞きます、うん、そういうお声は本当僕も多いんで、うんうん、変わらずかなり自信を持っておすすめできる枕なんで、ぜひ自分に合う枕を探してる方はぜひ一度お試しください。でこちらの枕が定価で 14,980 円するんですけど、うちのこうクーポンコードを使っていただければ税込みで9800円でお手元に届きますので、もしまた枕のことでご質問だったりお悩みがありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。実際自分も、まあ、枕を使って睡眠の質みたいなのがこんなに向上するんだなっていうのは自分で感じたのよ。やっぱり施術を受けに来てくださる方ってガチガチで本当睡眠にお悩みの人って多いじゃないですか、はい、一人でも多くのそういうお悩みを解決できたらなと思ってますので、うんうん、まだまだこの日本にはそういう方も多くいらっしゃると思うので、うん、あなたの大切な人にお勧めしてあげてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕がこちらになります。名前は健眠枕と言います。おお、いい感じでしょ。気持ちいいですねこれ。そうなのよ。これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕。すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるの分かる。はい、寝まーす。おお。これはこう分かりますか、卵割れないようにふわって。実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい。全然違う。これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体がぐって沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うんうん、寝てると全然そんな感じないですね。そうなんだよね。こんな柔らかかったか。定価価格が 14,980 円、うん、はい、なんとうちの動画見てくださってる方には 9,800 円、あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。